けてる。え、エフェクトなんかあるんですか。エフェクトかけれんねん。ほんとだ。でも、でもさ、リアルからさ、エフェクトかけたらさ、モノクロ割れるやん。確かに。え、違う違う、もうあれですよ、モノクロとかありますよ。あ、すごい。やっぱ時代は進化していきますね。北海道のエフェクトかけます。北海道なんかあるの。3。あ、北海道。私もじゃあ北海道にしよう。横にはゴジリンがいます。別人じゃないですか。ゴジリンはもう。ゴジリンです。あ、イエーイ。渚さんです。イエーイ。これから公演割は配信するんでしたっけ。そうです。そうなんです。なので皆さんちょっと急遽でね、すいませんが、35分から。そう。バサバサですね、もう。ここでさ、一人一人で話したらいいじゃん。あの、話、トークしてみる。あ、確かに。ここで、うんうんうん、どっちの顔を見たいかっていう。そうですね、どっちでもいいですよって。どっちでもいいですよ。まあ、ネギさんの方がいいかもしれません。いや、私の方がいいかもしれません。はい。わ、なんか今1位が不在やねんけど。え、うん、なんかバグじゃないですか。バグ反省会しようやってしましょう。反省会じゃしましょう。今日の反省会しましょう。はい。え、そんなそれもできるの。縦も行けますよ。お前や。縦にしよう。コメントがいっぱい読めます。今日は、うん、あのさっきね、反省会、あきら先生という、はい、ね、ビフォテーターやダンスの先生がいるんですけど、先生が見てくれて反省会を45分ぐらいした。しましたね。今日はたっぷりでしたね。めっちゃね、丁寧に言ってくださって。そうなんですよ。まあ、今日は久しぶりの公演な感じが出てたよって。みんな、なんか細かいのかな、ね。確かに体で音を奏でてるから、なんかどこのバンバンっていうリズムを取ってるかっていうのが見えてくんねやつ、うん、目で見えるから。今までいろんなアキラさんのそういうあのパフォーマンスに対していろんなメンバーが話してるの聞いてきたけど、うん、渚さんが今言った体が奏でてるが一番、うん、合ってます、あの光景に。だから、うん、なんかそれがすごいなと思って、キラ、うん、先生にどうやってその音を聞いて体で表現できるんですかっていうのを話して、うん、なんて。じゃあなんか音楽ってそれぞれなんかリズムが決まってて、うんうん、R&B とかラテンとか、あ、はいはいはい、ヒップホップとかなんかその、うん、大体決まってるから、うん、それを覚えなんか知ってるから、うん、なんか当てはめれるみたいな。へえ、今はこのこういうリズムだからこういう雰囲気だからっていうことか。でダンスとかもメロディーとかに合わせて作ってるダンスと、うん、バックの音に合わせて作ってるダンスっていうのがあるから。確かにそれはそうかもですね。だからあきら先生がつけてくださった振り付けって青春のラップタイムとかで、こう青春のラップタイムって歌詞ですね。そう、全部歌詞でみんなで口で合わせれるんだけど、うんうん、あのクリエイトボーイさんとか。確かに。あ、でもアキラさんも太陽が坂道を登る頃は結構リズムです、うん、太陽が坂道をって結構リズムの方でバックの。あ、そうですそうです。だからそのものにあるかもね。そうやね。なんかあきら先生はでもあの自分は大体メロディーに合わせてやるって言ってて、うんうん、人によって
なんかその振り付けが違うから、だからメロディーで覚える曲とバックの音を聴いて覚える曲っていうのがまた先生によって違うっていうのを初めて聞いて、しだれ柳とかだってあれじゃないですか、しだれバーン、そうそうそう、バックの音、確かに、でそれを今日初めて知って、あ、なんかそういうことかって、フリーレの時に私はもう次手を右に出す、次頭を横に傾けるっていう、あ、文字化にするの、そうそう、うん、動きをこう覚えてたから、うん、お花降ってきた、お花降ってきた、あ、本当だ、お花降ってきた、だからなんかすごいそれも勉強になった、うん、これからだからどっちで覚えたらいいとかを、うん、そうですね、でもコジリンとかはめっちゃ音ハメとかうまいやん、うん、それは、うん、花生えたそれはもう本能的に分かってるもん、そうですね、あんま考えてやってはないかもな、そんな、すごい、でもなんかそれ聞いたらなんかやりやすいですね、アキラさんの曲は歌詞に注目して踊れるし、うん、クレイトさんとかだったら音いっぱい聞こうって思えるし、なんかそういう感じで、うん、なんかね、みんなで反省会とかで喋ったりする、そうなんですよ、あと緩急を大切って、緩急でいくときとシュンシュン、キレみたいなことですね、そうそうそう、ドンでしょみたいな、細かいダンスの踊りとかも、うん、ミラーボールが光ったら私は歌わなきゃいけない、それはルール、私の歌ってる、のルール、え、ちょっと待って、作ってる歌なんですか今待って、なんか聞いたことないけど、あ、なぎささん昭和の曲とか聞いてるじゃないですか、昨日も見てましたよ、出てたの、なぎささんだけにマッチング、そうそう、だからそれかなって思ったら、ね、あのミラーボールくれやんか、うん、たまにもうミラーボール来たら話しててもその話してることを歌にして歌わなあかんっていうルールが課せられて、すごっそんな苦しいルールを自分でつけましたね自分で、たまにさめっちゃ長い間さ、うん、ありますよね、めっちゃ長いの、その時どうしてんの、逆にさ、うん、あんなミラーボールされてさ、普通に喋ってたらおかしくない、そっちの方が、まあね、あの最初私もミラーボールがそのスタンプに出てきた瞬間は、じゃあその間なんか歌おうってなって、うん、あの NMB の曲とか歌ってた記憶があるけど、そうそう、え、この間それこそあのすぐ即興の曲作っあ、始まってました、向こうに今ミラーボールが流れてたから、あの恋ラブ終わった後のそのお見送り会の時に、何のしだれ柳の曲がねずっとあのバックで流れてたんですよ。そうそう。でそしたらしだれ柳の曲を替え歌でお客さんがはきあの変えられる最後までちゃんと歌い切ってました。全部作った歌詞で。そう。すごって思って。その日あった出来事と、そう、ファンの皆さんの気持ち。そう。そんな出てこないですよ。あんな4分間を曲を。YouTube で。チャンネルも、うん、あのなんか話す回があんねんけど、うん、普通にトークする、うんうん、はいはい、ラジオみたいなやつ、そうそうそう、でそのラストは歌で締める、うん、え、あ、そうなんですねやっててからか、即興ソングを作って、そっか、あれが初めてじゃなかったんだ、いや、いやでもな、それお見送り会はもうチーム M の時からやってた、うん、あ、そっか、そキャプテンになったらさ、 あるあのマイクやらなかったとか、うん、やってましたね、その時にいつも歌って、本当だ本当だ、 M の時もよくやってた、わらって来てます、それはもうその瞬時にあの言葉を出すっていう特訓をしたかった、その時、あ、すごい、その場で練習の場として活用してたんですね、ちゃんと頭を回す練習でした、ですって、キスマチ私が今日は優勝しました、そう、渚さんが審査員で、ね、あと 10% しかない、携帯、うん、あら、あ、止まった、うん、そう、
個人選ばれがちよ。確かに、あの変なことやってるからでしょうね。それが上手いんやと思う。なぎさ、なぎさそういうの下手やん。嘘、ま、いつもなんか目つぶって、うんみたいな。あ、そうなんかな。変なことしかできない、逆に。あの夜に口笛吹いたら蛇が来るっていうやんか。そうなんですか。そう、でも来ないらしいですよ。なんでかって言ったら蛇って耳ないらしい。え？そう、だから蛇は来ないらしいです。夜に口笛吹いたり。あ、そうなんだ。初めて。あ、やばい。何？ミラーボール？はい、でも一瞬で終わりました。見た瞬間に歌わなきゃいけなかった。即興でさ、話振られたりするときに。そうですね、確かにすごいな。 TikTok 見たよ。なんだろう、なんかでっかい、でっかいキノコ。本当の歌なのか作ってる歌なのか全然あれがわからないですね、どっちなのか。でもさ、ショールームって歌ったのか。なんかさ、カラオケであったような、そういう。あ、ありますあります、あります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 、コジリンがあります。もうすぐいじるんですけど。言いましたね、聞いてたでしょ。なっ、個人に何かも気持ちがした。ねえ、だっけ、あ、それは渚か、うん、加藤うーかさんのことをうーちゃんって呼ぼうと思ったらうーぱんって言う。そう、パイセンとね、ちょっと混じって、先輩とうーちゃん、うーぱん、うーぱん。渚さん本当にそうなんですよ。カラオケってね、なんかね、あ、これです、これないですか。ない、アップデートしてない。この AKB の曲やったら歌ってもいいか。そうです。何人の人がやってる今。1380人。すごい、リバーブとかも BGM の音量とかもありますよ。すごい本格的。え、わらがみ様で燃瓶にはまりましたってコメント来た。嬉しい。初見の人、ありがとうございます。でも初見って書いてないな。嬉しい。何回か来てくれてるんかな。ありがとうございます。皆さん本当に聴覚するには、うん、フィーダーとか配信の再生回数がめっちゃ重要らしくて。なんですって。なので皆さん、見て、私も見る。 TVer ですね。 TVer いつまで見るんですか。1週間見るんですか。お願いします。ぜひご覧ください。あ、マイク押さえてたって。あれマイク押さえてた。結構見ます。ぜひ TVer を長続きするには、うん、配信の。あ、なるほどね。再生回数が大切なんですね。せっかくの冠番組ですって。皆さんこれは見なきゃ。ティーバー、ティーバー。そう、私がツイッターの一番上に固定してるので、個人にもリツイートしてください。します、終わったらします。メンバーって優しい。始まった。優しいのだってさ、終わった。ただ喋ってることをリズムに乗せるだけ。いや、本当ですね。私が冠番組始まりましたみたいな、うん、もさ、うん、みんながリツイートしてとか引用してくれて、もう優しいです、ね、リズム。さあ、じゃあ私は15分経ちましたので、そろそろランキング発表。私一緒にランキング発表、一緒にランキング発表しますか。じゃあもうちょっとしよう。それおかしいか。だって絶対違う人ですもんね。何してるんですか。確かに。鼻が高くなったらこう。私の鼻が高くなったらこう。渚さん。何？同じこと2回言っただけです。で、時間ちょっとなかったからこう。そうですね。じゃあランキングアップしますね。何の人か、10人の人か、こうしますね。15分経過しました。
って12位の方からやる。私ね、13位からですね。お、13位の方。そう、13位から。どうしたの、ちさとさんが出てくる。私押してんのか。あ、そう、そうです。押さなくていいですよ。オッケー、わかりました。よし、じゃあランキング発表します。13位、みさきさん、ありがとう。12位、かほちゃん、うん、ありがとう。11位、野原しんのすけ、のすけさん、ありがとうございます。10位、たかゆき、たかゆきさん、ありがとうございます。9位、たくまさん、ありがとうございます。8位、みのりかちゃん人形、みのりかちゃん人形、ありがとうございます。7位、やまちさん、ありがとうございます。6位、じゅんさん、あ、5位、かなたさん、わー、夫婦でありがとう。4位、ピロさん、ありがとうございます。3位、ともすけ、ありがとうございます。2位、まひろちゃん、ありがとうございます。11位、間違えた。1位は、ななちゃん、ありがとう。公演も来てくださって皆さんありがとうございました。たくさんね、うちわがいっぱい、あのハートしてとかいっぱいメッセージ書いてくれて、音が聞こえて、ありがとうございました。マイク押さえてて音聞こえへんからだけどさ、13位からもう一回言ってください。いや、もう一度不慣れが出てますね。はい、ではね、ライブも決まったので皆さん楽しみにしててください。では終わりたいと思います。バイバーイ。